さあということで今回は一番くじドラゴンボール EX 激闘天下一武道会 A 賞孫悟空マスターライズの開封レビューを行っていきたいと思います。実はちょっとねマジュニアもね展示見てねかなりいいなと思ってねポチっちゃったんでマジュニアちょっとねもう何日か遅れちゃうんですけれども、投稿しますんで、まあ、今回はとりあえずね悟空をレビューしていきたいと思います。それでは開けていきましょう。はい、改めまして A 賞の孫悟空マスターライズですね。まあ、側面はこういう感じになってますね。で背面がマスターライズのまあ説明ですね。で逆の側面もまあこういった感じになります。はい、中はブリスター仕様になっておりますね。ブリスターが三重になってますね。じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。結構ね番傘つけると高さがあるね。ざっと測った感じ30センチあったね。まあ全体的にはこういう感じになりますね。ちょっとね高さがあるもんで結構離してるんでちょっと腕が伸ばしっぱなしになっちゃいますね。まあこういった感じになります。じゃあ細かく見ていきましょう。でまず悟空本体から見ていきたいんで番傘は取りましょう。はい、まずは顔からいきましょう。肌が結構テカってるじゃないですか。ライトの反射も多少あるんですけれども、まあ、自然光で見てもちょっとテカリはありますね。で顔の方はまあサンプルとほぼ同じじゃないかな。ラストワンがちょっとね変わっちゃってるんだよね。ちょっと顔が縦に長くなっちゃってる感じかな。で目がちょっと小さいのかな。まああれちょっと量産段階で変わっちゃったと思うんだよね。あれ作られた方は全然悪くないですよ。まあ、こんな感じでね結構あっさりしたような顔に見えるんだけど、こうやって顎の下のくぼみとかさ、頬のちょっとしたほらふっくら具合、成人男性っていうほど成人男性ではないからさ、まだこの悟空ね、ちょっとね幼さの残ってるちょっと丸顔みたいな感じだよね。頬の部分とかわかるでしょ。ちょっと顔はねすごくいいと思うね。うん。でターバン巻いてて前髪の方がここのね太いなんていうの、二束っていうのかな、ここが独立しててね、その脇にある左のこの細い毛がね、ここがね肌にくっついてるね。でもみあげというか両サイドの部分もまあ独立してちょっと離れてますね。で耳はねこうやって結構なんていうかね作りが細かいっていうかね、でちゃんとね裏から見ると耳たぶのねなんていうんだろうね、このふっくらした感じ、ちゃんとこういうところもね耳のね作りに沿って細かく造形されてますよ。ちゃんとこだわりを持ってね作られてますよこれ。全体通してこの悟空すごくね素直な造形っていう印象を受けました。まあどういう見方をするか人それぞれですけれども、僕個人的にはとても素直でね綺麗な造形って感じですね。でターバンの方はね、まあ、マットになってますね。これは塗ってんのかな、まあ、すごくマットですね。で体の方行きましょう。こう上着というかなんというか、ここはシワに沿ってね陰影、濃い陰影が入ってますね。ツヤがねちょっと落ち気味なところとテカってるところがねばらつきがあるんだよね。それってズボンも同じでね、なんかねちょっとツヤ消しの処理が、荒いかなとは思ったけれども、まあ、そこまで気になるレベルではないですね。まあこういった感じで首元とかもさ、ちょっと発達途中の喉仏というか、そこまで出っ張ってはいないんだけど、ほらちょっとしたねちょっとなんか出てるじゃん。だから結構ね考えられて作ってますよここら辺で。ベルト部分とかもこうやってちょっとよれてね癖がついてたりとかね、バックルとかねこの細かい部分もね、まあ、結構よくできてますよこれは。まあそのまんま後ろ見ていきましょう。この、バックというかなんていうか、まあ、ここは締め付けられてる感じでシワがこうやってしっかりねベルトに向かってこうやって入ってたりとか、リアルですよねこの辺。僕もキャンプやるもんでねこういうバック持っているんですよ。こうやって結ぶとちゃんとこういうシワ入りますね。まあ、肌もそうだけど、まあ、こうやって小道具もそうだけど、ちゃんとねそのパーツごとのね特徴を捉えたね造形になってますね。尿意棒がねここ塗られててマットになってるの、ここはでかいですね。尿意棒が成形色だったら一気にチープになっちゃうんで。で上着の方はさっき言った通り陰影が入ってて、ここら辺もちゃんと生地感テクスチャー表現ですね。まあ、横に向かってテクスチャーが入っていってる感じかな。まあそういう上着なのでしょう。まあ結構厚い上着なんでね、ここら辺ふっくらした感じ、まあこれはもちろん再現されてますね。帯の色がね結構なんて言うんだろうね、この辺のグレーとはまた違ってちょっと紫がかってるっていうかね、意外と色分けが細かかったりするんですよ。グーで握ってるこの影になる部分にね、多分ここ陰影が入ってるんじゃないかな。でもうっすら、本当にうっすらなんですよ。
左手にはね、どうだろうな、そこまでなんか、あ、陰影入ってるって感じはしないね。で、ズボンですね。ズボンはここはもう成型色で、まあさっき言った通り、なんかツヤが落ちてたり落ちてなかったりっていうのが結構なんか、まあ悪い言い方すると雑って感じがしちゃうね。こういった感じでね。テカテカしてるとこはテカテカしててね。まあ、ちょっとマットになってるところはマットだったりするんですよね。個体差っていうのもあるかもしれないですね。まあ、一概になんとも言えないけど、ちゃんと艶消しになってる個体もあるかもしれないです。まあ、とりあえず僕の個体はそんな感じって。で、ズボンの内側も、まあ、ちゃんと奥までね、まあ、ここ取り付け部分になってるはずだから、まあ、それは造形されてるよねって感じですね。で、ブーツですね。ブーツもまたね、なんかマットだったり、艶が出したり、多分いっぺんに拭いてんのかな、艶消しを。まあ、よくわかんないけど、ちょっとね、もうちょっと丁寧に艶を落としてもらい、ほら、ここすごいテカってるでしょ。まばらなんですよね。ただ、あの、造形はすごくいいですね。まあ、浮気と同様にね、まあなんていうか横の方に向かってシワが入るテクスチャー表現になってますね。最近の一番くじはなんか色のはみ出しとか飛びがなくていいですよね。で、ブーツの裏がこういう感じですね。ツルツルですね。ただ、マットになってる。で、続いて番傘を見ていきましょう。くる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 回るんだよね。これ面白いよね。そうですね。結構この傘のことで言われてるのは、でかいと。とにかくでかくて、ディスプレイが難しい。まあ、おそらく、前に悟空を置くと、この傘で後ろに飾ってるフィギュアが見えなくなるんだよね、多分ね。じゃあ、悟空を後ろに置こうってなると、悟空のサイズ感もありきで悟空が隠れちゃう。まあ、傘だけひょいってね、見えるような感じになっちゃうのかな。まあ、それはなんというか、まあ、頑張ってくださいって感じだけど、ディスプレイね。ただね、番傘って、ごつくて、でかいっていうのが特徴だから、それが番傘なんですよ。で、この作りも見てみるとね、ちゃんと番傘を理解したね、作りになってるんでね。まあ、どこら辺が番傘を理解してるかっていうと、まあ、ここの、まあ、紙の部分、和紙ですよね。まあ、和紙でできてるはずなんですけれども、そこに油を塗ったりとかで仕上げたり、まあ、雨に濡れてるとしても、ここのね、質感がすごいいいなと思ったね。ツルツルじゃないんですよ。粒子状の質感というか、それがね、こうやって光が当たるとね、濡れてるようなね、映り方をするんですよね。これがね、実際のね、番傘、なんかいい感じにね、造形物として再現できてるなと思ったね。ちゃんと考えられてると思いますね。で、この中心に向かって陰影が入ってるように見えるじゃないですか、ちょっと濃く。これ入ってないですね。多分ね、内側のなんかこの辺のね、パーツがちょっと反射してね、透けてるからさ、一色ですよ、これは。で、ちゃんとこのね、竹の柄の部分もね、こうやってここら辺だけにつけるんじゃなくて、こうやって差し込んでいくと、ほら、このてっぺんの部分までさ、しっかりね、取り付けができるんですよね。で、こうやってちゃんとね、はまるんですよ。このね、ろくろの部分にもう一段階ガチャって入るような感じになるのかな。しっかりしてる。外れたりしないね、そんなポロってね。よくできてるよ、この傘。めっちゃいいよ。ほら、くる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 回るっしょ。で、悟空に取り付けるとこういう感じになるんですけれども、そうすると30センチ超えるんでね、ほんとマスターライズ EX ですよ、高さだけで見たら。ちょっとこうやってね、かなり離してみないと全体が映りにくいんですよね。この悟空を結構好きですね。なんか、まあ、アソートの影響なのかな？えらい安いんだけど、全然金額で見ない方がいいです。なんかすごい安いから、なんか大したことないのかなとか、それはね、大間違いだから、全然クオリティは安心していいと思いますよ。もうお買い得だよね、本当に。安く手に入るんだからね。で、なんだろうな、こうやってまっすぐ立てるとちょっと左に傾いてんのは、これ個体なのかな？何なんだろうね。普通に肉眼で見る分には気にならないからいいんだけど、映像で見るとなんか、えらい傾いてるように見えるね。で、冒頭でも話した通り、マジニアがね、ちょっと展示見てすげえなと思ってポチったんで、どうしてもね、ちょっとレビューしたいんで、まあ多分あと2日ぐらい遅れんのかな。発売からだいぶ遅れちゃってるけど、あれだけはちょっとレビューしたいなと思ったんで、まあ届き次第ちょっと、動画にしますんで、まあよかったらぜひ見てください。ということで今回は一番くじドラゴンボール EX 激闘天下一武道会栄翔孫悟空マスターライズの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。